敵ながら胸のすくような眺めですな。あれは果たして侵略者の戦いだろうか。侵略どころか生きようとする強い意志を感じる。我らの行いは虐殺にも等しい。それに比べあの戦艦は。急速旋回。艦長、何をするんですか。上条、あの戦艦に向けて撃ちまくれ。はい。させろ。なぜですか。ホームルには惜しい敵だ。そう思わんか。確かに自らの身を挺して移民船を守ろうと必死だ。我々もかつてはあのような武人の魂を持っていた。それがどうだ。今は成り上がりの SUS に脅されて虐殺に手を貸している。これ以上自らを貶めるのはやめようではないか。提督らしいお考えですな。うん。艦長、砲撃中止。かしこまりました。エトス軍全艦隊に告ぐ砲撃中止。全速前進。どこへ行くのですか。我々も誇りを取り戻そうではないか。やんで行きます。何？全機機関急げ。艦長、あの船から通信です。何？パネルに移せ。私はエトス星艦隊司令長官ゴルイ提督。見事な戦いぶりを見せられ敬服いたした。機関と艦長のお名前をお聞かせいただけないか。地球防衛軍宇宙戦艦ヤマト。私は艦長の古代進だ。宇宙戦艦ヤマト古代艦長、心に留めておきましょう。我がエトス軍は優れた味方同様、優れた敵にもまた敬意を表するのが古来よりの伝統。それが守れるならばヤマトのごとく名誉の死を選ぶ。ゴルイ提督にお尋ねしたい。なぜ我々を攻撃するのですか。ダイウルップ星艦連合の議決である。連合の主導権は SUS 国が握っている。 SUS だが、それは力を誇示するだけの理不尽な虐殺に過ぎる。その手から移民船団を守った機関の健闘を心より称える。ありがとうゴルイ提督、感謝します。健闘を祈る。私はエトス星武士道の伝統に従っただけだ。エトス星の武士道が大ウルプ星艦国家連合の決議に優先するというのか。星艦国家連合ではなく SUS 国の意思であろう。我らに逆らえばどんなことになるか分かっているはずだな。さあどうするつもりですかな。うん、二度と私の命令に背くようなことがあれば貴
様だけではない。エトス星を殲滅する。よく覚えとけ。エトス星を殲滅。何があろうと我が国民は全てを分かってくれる。全移民船に次ぐ。これよりアマール星へ向かう。準備を急げ。小林、君の仕事を返そう。はい。今度の移民は無事に着いたんだね。移住者たちをまとめてくれているそうだね。は、聞きたいことがあるのだが、第一次移民船団の団長古代ユキはこの中には？残念ですが行方不明です。本来ならば自分の役目は古代団長が行うものでした。あまりの攻撃に我々もワープして逃げるのが精一杯でした。古代団長の乗っておられた戦艦は無人でワープをしてきました。どこに？この艦がそうです。遺体も見つからなかった。はい、分かった。諦めずに探してみるよ。ありがとう。これからはあの月が地球になるんだよな。アマール国の人たちもこれから地球って呼ぶのかな。ごめんなさい。あの月を地球って呼ぶのは抵抗あるよね。本当にもう地球は救われないと思ったら受け入れるしかない。その覚悟がなければ人類はただ地球から逃げただけなんじゃないのか。サラダ長官、古代艦長からのメッセージが届きました。ただいまアマールに到着。地球時間4月5日14時10分。現況は以下の通り。移民船6300隻、護衛艦162隻、なお生存者は1次と2次を合わせおよそ6億3000万人。ヤマトは修理完了後直ちに6隻の移民船とともに帰還の予定。以上。やりましたね、さすが古代さん。ああ、ありがとう古代。一刻も早い帰還を待つ。こら待ってなさい。あんたの足はまだ治っていません。もうしばらくの辛抱よ。ミユキちゃん。はい、佐渡先生。古代たちが無事アマール星に着いたぞ。さすが古代じゃ。ミユキちゃん、こういう時は素直に喜ぶもんじゃぞ。
佐渡先生、父にはヤマトがあります。みゆきちゃん、古代は今までお母さんと一緒にどれほどの人類を救ってきたと思っとる。お母さん一人助けられないのに。ミルクの時間ですから。若い子は難しいの。はいです。陛下、アマールも聖官国家連合に組みしていると聞きましたが。以前の銀河中心部は大きな戦乱がありました。我が国も巻き込まれ荒廃した時代もありました。そんな状態が幾世代も続いたのです。平和への動きの中心となったのが当時最強の SUS でした。 SUS の呼びかけによって戦乱の火は収まり、これをきっかけに誕生したのが聖官国家連合なのです。それで主導権は SUS が握っているのですね。でも実際は平和という理想に名を借りた非道な力の支配なのです。憎むべきは SUS。 ただ私たちの星は SUS に資源を提供しています。資源？ええ、この星にしかない物質です。その見返りに SUS の庇護を受けているわけですが、果たしてこれがアマール国にとって真に平和と呼べるのか。動くな。私は将軍パスカル。入れ。古代艦長、即刻我が国から退去していただきたい。もし我が国が地球人類を受け入れれば、聖官国家連合の武力制裁を受けることになる。下手をすればこの星ごとなくなるのだ。頼む、退去してくれ。卑劣な支配に屈せよというのですか。この国を守るためだ。時間がないのだ。聞き入れぬというなら。遅かった。決して手出しはしないでいただきたい。これ以上我々を窮地に追い込まんでほしい。第一次戦団を襲った連中だ。副艦長、発進を。戦闘用意だ。待てよ、あんた二言目には戦闘用意って。それを決めるのは艦長だろうが。あ、帰っていく。おそらくこれは一時攻撃だろうが。